止めないで止めないで。ちょっと舞台セット的な雰囲気を用意した方が、うん、そう、ね、了解です。観葉植物持ってきました。すごい、めっちゃすごいじゃないですか。めっちゃ木すごいめっちゃ木。あ、おー、でかいか。すいません、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、あの部長から今日の会議のメンバーをちょっとご紹介いただいて、まずこれ。あ、そうですね。一応あの今マーケティング部 の、はい、あの丸橋でございます。で、3月まで実はあの開発に席を置いておりまして、はい、先ほどあの説明させていただいたマダイの茶漬け の、 あの開発をしておりましたので、はい、まあ、今回マーケティング部の視点もできますし、開発もできるということで責任だと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ一言、意気込みを。はい、太蔵さんという人柄を商品に落とし込めるような、あら、はい、そんな照れくさいこと、うまいこと言うね。うまい。そんな商品が、はい、作れたらな、理想と感じてます。お願いします。よろしくお願いします。はい、あともう一人白石でございますけども、はいはい、白石もあの同じくマダイの茶漬けの開発をやっておりまして、こういったあのうちの商品でいうと生チミ低温の、はい、冷凍食品ですね、はい、こちらの担当しておりますので、こういったあの生の具材を使った加工っていうのはもう得意でございますので、いろいろ開発をしてくれると思いますので、はい、じゃあちょっと意気込みを そうですね、私普段から結構人々に幸せとかあの感動を届けられる商品が作っていきたいというふうに思ってますので、今回も太蔵さんと一緒に幸せになれる食品を作っていければと思います。うまいな、うまいな、さすがですね。で、どうしましょうか。もう一応いじっておきますか。あ、そうですね。迷うところであるんですよ。スルーされるところですか。いや、ずっとスルーしてもいいかなと思ったね。弊社の、常務でありながらもメインキャラクター務めさせていただいております、梨の伝道師こと、土井本部長でございます。日本全国は何、カツオを削って身も削り、梨を広めて西東、梨の力で減塩でき、切れない人間育ちます。そして7割タンパク質。そんな食文化を伝える梨の伝道師こと土井美紀春にもなります。いやこれでスルーされたら大変、でも一番キャラっぽいですね。めんどくさい。いやいやいや、でもあの先日爆笑問題さんの日曜サンデーで、はい、もう通常あのコーナーは、うん、まあせいぜい5、6分なんですけど、もうやっぱりドヤ博士の力でそれをもう引っ張って引っ張って10分まで伸ばしたというね。ディレクター巻き巻きで終わった。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてなんかあのはい、はい、あの実は木下というので低温チームのリーダーでございまして、低温チームと、はい、あの先ほどの生チームとか、はい、低温冷凍食品ですね、はい、のあの商品も当社あの開発してるんですけども、うん、その開発チームのリーダーの次長の木下でございます。おお、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やらないですか、出汁の伝道師みたいな。いつもだ土井のアシスタントで言ってますが、まあ、丸友の美味しさをですね、全国に発信できるような商品を太蔵さんと一緒に作りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、で、商品を実際に開発する前にですね、今日は僕が最初にちょっとお話を聞きたかったのは、それぞれのやっぱり改めてその商品の特徴というか、どういう経緯でこの商品が誕生したのか。もう商品開発って なんていうのかな、こうみんなが憧れてやってみたいところだと思うんですけど、実際にこの例えばこういった商品がですね、世に出るまでにどれほどのその苦労とあれがあったのかなと思いまして、なんかこだわりの、あとじゃあせっかくなんでこの愛媛の、はい、これ今一番売れてる。これカメラに見せてもらっていいですか。はい。これ何ですか。これ鯛茶漬けです、はい、生茶漬けです。はいはいはい。中に、
ゆっくり乱暴に出しちゃう。人早いです、ね、ゆっくりです。中にダッシュパック、はい、これちょっと見せてください。これダッシュパック、はい、これ丸友のプレ節というこだわりの削り節で作ったダッシュパック、これプレミアムなあの節、はい、カツオ節の略なんですけれども、はい、業界初で、あのこれ薄さにこだわりまして、25ミクロン、業界で一番薄い薄さの削り節でございます。これ今日工場で見せてもらったやつですか？工場で作ってましたよね、はい、製法を工夫しまして、うまみこくみの強い鰹節を作りまして、これをさらに、薄く削ってますので、まあ、味が美味しくてふわふわで柔らか食感、こういったプレミアムな削り節なんですけども、こちらのプレ節を使っただしパックでございます。へえ、難しくないんですか作り方？タイ茶漬けなんてなかなか、いえ、簡単にもうだしだお湯で煮出してもらっただけでそのままかけてもらうだけです、うん、あとはすいません、ちょっと話いきますけど、こちらが、愛南町、愛媛県の南の方にあります、うん、タイの町と言われてます愛南町、はい、こちらに行きまして、そこの場所で一つ一つ一枚一枚切ったものです、うん、これをキッチン一枚まずこれ何でしたっけ？愛媛県のマダイです。マダイ、そしてそれをどこに行ったんですか？愛南町。愛南町。普通に行って一枚一枚切ったものです。手で切ってます。手で切ってます。あ、そうですか、はい。機械じゃなくて手で一枚一枚切って、で真空パックにした後にすぐに凍らすという。はあ。鮮度にこだわってます。はい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 。でこの最後にこのタレです。うん、このタレがこの鯛の中骨ですね。中骨。うん、刺身を切った後、中骨残りますので、はい、これを自社でエキスにしました、はい、そして、小包装にしたもので、生姜味になってます。生姜味？生姜味です。ちょっとさっぱりと食べていただけるような塩になってます。補足いたしますと、紅茶を取る時のようなティーパックになってまして、これを、はい、こういう容器に入れて、はい、こうグツグツ3分間煮出しまして、それが終わりましたら箸でこう取っていただければ、それで出汁が取れているという、うん、お水は 何どのくらいの量なんですか？200ミリリットルで、はい、これすごいですね。これが 2食分、これが1食なので、ちょっと今ここ2食入ってるので、おらすごい、入れますね。通常はこの5切れの鯛に対してこの1つ、はい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 、で軽く漬けにします。はい、でちょっとこれで 1、2分、あ、そんなもんでいいんですか？はい、置きます。このままご飯に、うん、あの置いて、そのまま漬けの鯛と一緒に召し上がっていただいても構いませんし、このその後このだしパックで煮出しただしをこの漬けの鯛を乗せたご飯の上からかけるという、うん、うわ、めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。で、2、3分すると味が染みますので、うんうん、今度はこれをこれを、はい、こんな感じ。うわ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 、うまそう。5切れなので、これで大体1人前です。うわ、超美味しそうですね。で、わさびを少し乗っけまして、どのくらい絞ったんですけど、ちょっとこんな、あー、そういうことね、そういうことね。で、最後かけます。はい、うわ、最後ちょっとあのお味足りないようでしたら、こちらのちょっと汁を足しながら召し上がってください。いや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 、ありがとうございます。いただきます。おいしそう、いい香り。いきます。うん、これはうまい。これは断固文句なくうまい。ありがとうございます。ほんと料亭で出てくるような、これは料亭、これは料亭の味だわ。え、もうタイもほんとにもう新鮮な、今そこでさばいたような感じで、はい、でちょっとこうお出汁でふっくらして、またこのお出汁も本当美味しいですね。ありがとうございます。これはうまい。
30分以内にけじめするようにしてます。30分以内ですか、はい、なんか理由があるんですか。鮮度にやっぱこだわって。鮮度こだわって、はい、この出汁が美味しいですね、やっぱり。ありがとうございます。出汁が美味しい。こんなもうご家庭の夕食がすごく輝きますね。これもし贈答品でもらったらめちゃくちゃ嬉しいですね。でもどうですか、こう自分がこう携わった商品がこれだけ人気が出るってどんな気持ち。嬉しいですね。やはり皆さん全国各地で美味しいって言っていただけてると思うとすごく嬉しいです、ね。もう伝わってきますよ。伝わってきますね。それがそうですか。いや、ありがとうございます。木下の家は親父さんがね、あの料理人といいますか、料亭の板長だったんで、やっぱりこういう美味しいもの作りに関してはあのすごく熱意がある人間でございまして、ちょっと不吉なところもあるんですけど、熱意とその行動力は。でも親御さんすごい喜ばれたんじゃないですか。マラトモさんに就職決まったって言ったら。そうですね、やっぱ食品関係は喜びましたね。しかも出汁で。そして親もやっぱ知ってましたんで、会社の名前。じゃあもちろん親御さんとかも、マラトモさんで。そうですね。そうですか。いや、ありがとうございます。いや、ちょっと我々も目指したいですね、この注文殺到して困っちゃうっていうね。ぜひお願いします。はい、じゃあちょっとさあ、じゃあ何をどうするかっていうところです。